ゼロワンじゃないですか。なんでこの近いの？お腹がポニョだからです。ポニョ？ポーニョポーニョポニョ。下がった下がった。なんかフロントラットスプレッドみたいになってる。なんで？全然話しかあんねんけど、前回これ来た時にさ、一番しょぼかったの胸のパッドじゃないですか、うん、そうだね、うん、その胸のパッドを取り除きました。ほうおーってあなたと私につけてよ今回。そうなんですよ。今日は筋トレします。俺に喋らせるのはダメです。今日は筋トレします。何の？あなたが今やってる全身法 Day 1 でスクワットやってるじゃないですか。はい。最近変えたんですが覚えてます？やり方をですか？はい、覚えてます。浅くヌルポに。ヌルポではありません。勘違いしないでもらっていいですか？浅くしました。はい。今回はそのスクワットを解説しようと。おう、また需要のない解説動画ですか？フィットネスチャンネルなんで。一言言っていいですか？はい。全然フィットネスしねえなって言われるんですが、全然再生もありません。で、なぜ浅くしたか、それを解説するとやりながら、ちょうど今日デイワンの日でしょ。はい。何重量？50量なの？あらあらあら。はい、皆さんで、やれてるの？じゃあスクワットやってきます。ということで、なぜ浅くしたのかっていう結論から言います。ケツだけに効かせたいからですね。はい。で、なんでかっていうと、まあ実際やってみますか。はい。じゃあフィットネスモデルとしていけそうっすか。はい。ゆっくり下ろしていってください。で、こう下げていくんですけど、だんだんこの辺かな、もうちょい上かな、下げてみて。ね、なってないんですけど。ね、はいはいはい。ちょっとすごい前傾してますけど。はい、途中から股関節が稼働しなくなって膝関節だけが動く場所、分かりますかね。で、実際筋電図調べても、まあ途中からもう大臀筋の負荷は強くならないんですよ、あんまり。はい。ということで、まあ、ストレッチは重要なんですが、この股関節の途中から意味がないと。なんか言ったら。モデルさん。ん？関節の音で返事しました。下げなさすぎない。そう。こっから、ここまで。うん、だいたい、ここまで。あ、そうですね。股関節がもう曲がりきらないところまで下ろしたら、それ以上は下げないと。それだけ意識してやるのがおすすめです。どこまで下ろせばいいか。こう、ゆっくりやってって、深さを見極める場所としては、股関節が曲がりきらない場所、そういうのを意識していただけると、お尻だけに効かせられると。はい。こっから先はどっちかっていうとハムストリングだよね。あとちょっと大体四頭筋にも入っちゃう。うん。で、このスクワットのフォームだと結構重い重量もできちゃう。はい。大臀筋は、ね、側筋繊維のが多いのかな、確か。聞いてる？うん。なので、高重量、低回数って言うと変だけどね、まあ、高重量で8回ぐらいの目安で、それぐらいの重さでやっていただくと、はい、うちの大臀筋効いていいんじゃないでしょうか。はい。いかがでしょう。いいと思います。後ろだけに効かせるのって難しいもんね、うん、そうそうそう。そこからちょっと前傾要素を足して、もうちょっと上げちゃっていいんですか。アップ60。もうちょいでしょ。大体いつも何キロ？高重量は80。おお、何回？4、5。だいぶ高重量だ。うん。なんかこの人、アップの時はできてんのに、60になった瞬間、浅くなりすぎ？うん。もう一回やって。うん。うん。こんな感じですかね。うん、普通に見るとちょっと浅すぎるように見える。ああ、そう見えるんだろうなと思ってる。やってる側は？プロに比べたら浅いとは思う。ケツには効くよね。だからウェイトを重くしなきゃいけないのが大変めんどくさい。ああ、80キロ、いつも何レップ？大体5ぐらい。 5RM 換算表出してみる。85レップだと90キロっすね。だパラレル、あれこの間何キロだっけ？85？82.5？ 2.5 じゃない？
2.5 だっけ。だからまあ 7.5 ぐらい増えてる。これはもうちょっと伸ばせれば、目標を超えて8レップか。そうなってくると、まあいい感じの曲線乗ってくる。うん。ナイス。やっぱカメラの前はちゃんとやりますね。はい。毎日カメラ流そうか。これってやっぱどの辺に効くの？上ではない。上ではない。まあ、高重量刺激するっていうトレーニングに入るんですかね。はい。ヒップスラストとは違う？違う。あと2レップを詰めるかどうか。はい。いけそうっすか？まあ、先々いけるでしょう。まあでも3ヶ月いけたら御の字で。うん。まあ、ちょっと浅めにすれば多分。来週ぐらいには。2セット目。浅いよ。そこら辺だもん。もうちょっと前傾してよ、だから。なんかさ、重いとさ、ウエイトが、前傾もさ、大変なんだよね。ということで。皆さん、スクワット、いかがでしょう？あんた、皆さんだったの？スクワットの深さ、チェック隊の方は、ぜひコメントください。はい。どうせね、この動画見ないで、私のスクワット見て、あーだこうだ言うんだよ。なんか面白いなセリフは出てこないんだけど私は理由分かってるよ。何？自分はね、もう鼻がちょっと調子悪いから頭は回ってないんだ。回んない。なんかぼーっとすんのすぐ。頭回んないのはいつもでしょ。実際これやってるとスクワットの重量パラレルにしたらどんぐらい落ちるのかちょっと興味ある。あーそうだね。それもちょっと測ってもいいかもしんない。あ今度怖いな。何が？戻すの別のところ使わないといけなくなるからね、うん、その連動的な意味ではさやっぱ落ちちゃうんだよね、どうしても。怖いんだよね、そういうので。その上はどうですか？私に聞いてるんですか？今。トレーニングの、しやすさ。ああ、まあ、問題ないですよ。いいでしょ？うん。これ最新トレーニングウェアなんで。うん。これ着て、またジム行ってください。気が向いたらって言ってるでしょ。気が向いたら。この女性のヒップアップで思うのが、こう、半を一緒に鍛えると、なんかいい風潮あるじゃん。わかる？ここね。そうそう。後ろ全体的にみたいな。うん。でも、ハム鍛えると、この、なんて言うんだろうな、ライン？こう来て、ムイーンみたいなのがなくなっちゃうんだよ。ここ下がもう斜めになっちゃうね、こうやって。うん。だから、あんまりハムを鍛えすぎるのもどうかっていう、サッカー選手ならいいんですけど、最近俺が考えてることね。ヒップアップで考えるなら、本当にケツにフォーカスしただけのトレーニングの方が、効果は出やすい。まあ、お尻と、その、足の落差は出るよね。そう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 。うん、男性でわかりやすく言えば、肩が大きい選手いるじゃないですか。で、一時肩が大きすぎて、なんかバランスがって言われる方いらっしゃるじゃないですか。あれどうすればいいかっていうと、三頭筋をつけるんですね。三頭筋をつけると、肩からのラインっていうのがバランス良くなるんだけど、女性に限ってはもうバランスというよりも、お尻が大きければ大きいほどいい。と思う方は、ハムはやらなくてもいいと。僕はそう思います。またコーチがいろいろ考えてくると思うので、チャンネル登録してお楽しみに。ということで、バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。何隠してんの？え？何隠してんの？無駄肉。無駄肉。増税。増税？増税。